2018年の日本プロ野球2018年の横浜 DNA ベイスターズ2018年の横浜 DNA ベイスターズでは2018年シーズンについての横浜 DNA ベイスターズの動向についてまとめるこの年の横浜 DNA ベイスターズはアレックス・ラミレス監督の3年目のシーズンである2017年は2年連続で3位となり クライマックスシリーズでは1位の広島東洋カープを4勝2敗で破って日本シリーズに進出。日本シリーズでは福岡ソフトバンクホークスに2勝を4敗で破れた。ドラフト会議では1位で東勝マカ2位で上里和樹など10名を獲得した。オープン戦は8勝5敗2分で4位だった。開幕投手は2年連続で石田健大が務めたが、 5回後失点で敗戦。4月1日の東京ヤクルトスワローズ戦では2年目で、一軍初登板の共産賞はたるが5回1、失点と高騰し、シーズン初勝利を挙げた。4月6日の広島東洋カープ戦で3連敗を、必死2年ぶりに再位に転落したが、4月7日から8連勝し、4月13日に首位に浮上した。4月は13勝11敗だった。 セーパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合と、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、 挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から終了までの入り対談について、記述する。色付きは規定等級回数以上の選手、色付きは規定打席以上の選手。ありがとうございます。